はいのパロプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は裏列個人選手通信簿トップしたフォワード編ということでやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと。と いうことで、まあ、個人選手通信簿に関しては、これが最後ですね。まあ、やっていなかったトップ下フォワード編というところで、まあ、メンバーが少ないんで、まとめて今回はやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと。ということで、こちらはメインチャンネルですね。メインチャンネルの方では J リーグ、ウラレッツや九州勢を中心として動画を作っておりますけれども、えー、これからの季節は J リーグの移籍とかニュースの話とかいろんなことをやっていこうと思っているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますと。ということで、やっていきましょう。まずこちら。 トップ下フォワード編というところで、まあ、やっぱり江坂選手に関しては今シーズン30試合で2ゴール1アシスト、まあ、評価としては C 評価にはなってきますからね、なかなか、ねまあ、江坂選手に関してはやっぱりスーパーカップの活躍というのがあったんで、今年もこれ江坂がやってくれるんじゃないかって感じで見ていたんですけれども、なかなかこれ、本来持っているものを出すことができませんでしたね、まあ、試合数こそ30試合に出ているんでね、結構試合には絡んでいるんだけど、なかなか印象的なプレーは 少なかったらちょっとこうなってきますんで、まあ、持ってるもの、本当これもっと僕はやってくれると思っていたら、まあ、期待値が高かったのかちょっと高すぎたのかもしれませんけど、まあ、だからこそね本当 C 評価にはしておりますけれどもねであと小泉小泉選手に関しては27試合で3ゴール2アシスト決めてますね、まあ、評価として小泉選手も C 評価ですかね、えー、まあ昨シーズンは2ゴールであったんで昨シーズンよりもゴール数が増えている小泉選手にはなってきます。アアシシスストトが昨年年5アシストだっったんで今年はちょっとアシ のの数はは減ってはいるんですけれどもまあこの印象的なプレーというのは結構増えた印象がありますけれどもね。でしかし、これエサ坂にしても、えー、小泉選手にしてもそうなんですけれどもね、やっぱりこリカルド監督がサッカーというのはこのトップ下の選手がどんだけ、ね、やることができるかと重要なポジション、鍵になるポジションにはなってきますけれども、なかなかこれコンディションが安定しなかったとかね試合に出てもうまいこと言っていないなっいうなんうイラつきとかもそんな感じることもあったそんな2人の選手にはなってきますんで、まあ、やっぱり評価として しては C 評価というか、まあ、本当この2人がもうちょっとやることができれば今年のウルラツともうちょっと違う光景が、えー、見ることができたんじゃないかとか、まあ、本当いろんなことを考えるわけでありますけれどもね。ちゅうのがあるんで本当期待値が高いんです僕の中、まあ、僕だけじゃなくてウルラツのサポーターみんなそうと思うんですけれども江坂にしても、えー、小泉選手に関してもやっぱりこう期待値が高いだけになんかこうねうまくいってなかったのかなとか、まあ、もっとこの2人がやれていればなとか、まあ、いろんなことを思うわけでございますけれども。ちゅうのがあるんんで、まあ、本当いろんな側面から見て、えー この評価とやらせてもらってますけれどもね。はい そしてユンカフォワードに関してユンカーですけどもね、まあ、21試合で7ゴール、まあ、評価としてはこちらも C ですかね、まあ、実は昨年と試合数ほぼ一緒なんですねほとんど試合数に関してもスタメンの数途中出場の数ほとんどこれ一緒なんですね多分本当1試合に差あったかどうかぐらいですよね多分昨シーズンと関してはね得点数に関しても昨シーズンとまあ比べる途中と,とこうになってきますもちろんこれユンカー選手に関しては公式戦ですね全てのの公式戦の数字から見ると 昨年よりも、まあ、数字自体落ちててしまってはいるんですけれど、まあ、リーグ戦ですねリーグ戦に限って言うと昨年が9ゴールですね。で今シーズンが7ゴールなんで、まあ、得点数自体は、えー、落ちてしまってるユンカー選手にはなってきますが、しかしまあなんだかんだでまあ、意外と試合数は、えー、ほぼ同じだったんだなという感じがしておりますけれどもね。であとね、ねまあ、時間、分数は200分ほど減ったんですけれどもね、ねフランクフルト戦ですね。僕もちょっと現地に見に行ったんですけれども、あのフランクフルト戦のやっぱ活躍とかプレーを見ると、やっぱり期待 対応したくなりますよねあんだけしっかり枠に飛ばすことができるというか、冷静にこうゴールに流し込むことができるとか、なんかそういうのを見ると、やっぱ、来シーズン期待したいですし、むしろ、ね、ユンカー選手がやっぱり今シーズン、なかなかコンディションが安定しなかった、まあ、本当にウラリッのに関しては前線の選手、みんなコンディションが悪すぎだというところにはなってきます、まあ、怪我も含めたコンディション不要にはなってきますよね、これ怪我じゃなくても、やっぱこうなかなか試合に出られる状態でない選手とかやっぱりいるんですけれども、やっぱユンカーに関してはグロインペインとか、いろんな噂ありますけれども、ね、なんかそういうのも て試合数の制限とか時間、分数の制限とかね、ねなかなかピッチ内外での戦いが多かったユンカー選手にはなってくると思いますが、例えばフランクフルト戦の活躍とか、まあ、見ているとやっぱ期待はしたくなりますよね、まあ、来シーズン、もしユンカー選手が本当残ってくれるのであれば、多分残るとは思うんですけれどもね、本当、来シーズン以降の活躍は期待したいところでありますけれどもね。はい そしてこちら最後、松尾選手ですね、今回、フォワード編で言うと、リンセンですね、リンセン選手は今回あの、紹介はしておりませんが、リンセンに関しては試合数が少なかったんで、それで評価をするというのなんか違うのかなって感じがしております、なんかやっぱこうね、まあ、僕もツイッターとかでアダコこうだいうのはいいと思うんですけど、もうなんかこう、YouTube とかでやっていくと、ちゃんと見ないといけないというのがやっぱりあるんで、そこでリンセン選手、じゃどう評価するか考えたときに、どうしてもやっぱり D とかの評価にはなってしまうんですよ D とか E とかの評価にはなってしまいます、やっぱり期待されながらも、なかなかシーズン終盤まで絡むことができなかった、これもちろん怪我なんでしょうがないっちゃしょうがないんだけれども、やっぱり助っ人であるということとか、まあ、本当いろんなチーム事情から考えて、本当ラストピースが、えー、本当ラストしか出てこなかったりっいうのは、本当これは残念なところになってきますんで、そこはやっぱリンセン選手自体にまあ厳しい評価をつけざるを得なくなるんで、今回はあえて評価というか、そこは出しせません、本当試合に出ていない選手、け、まあ、がが理由ですけれどもね、をやっぱ評価するというのは、リン 選手に関しては相当これは、ね、なかなか厳しいものがいろんな意味であると思うので、ちょっと今回は出しております。まあ、来シーズンに限ってリンセン選手期待はしているんですけれどもね。ということで最後、松尾選手になってきますね。えー、松尾、25試合で4ゴール3アシストですね。まあ、評価としてはまあ A 評価かな、まあ、B か悩んだんですけれどもね、ね、まあ、本当、来シーズン以降の期待も込めて、ですね A 評価にはしておりまして、ね、なかなかやっぱ本来のポジションじゃないんですよね、センターフォワードというのはね。ね札幌戦だったたから初めてセンター,フォワードで見たのは多分札幌 だと思なんで松尾ワ1トップとかその最前線で使うのとかやっぱりいろんな意見あって僕もいや松尾はそこじゃねえだって感じで思っていたんですけどもね何とか徐々にフィットすることができたんでまあ、どうするかはです、ね、来シーズン1トップシステム採用であれば多分軸はユンカー、リン,ンになってくると思うんですよね。で 僕、ちょっといろんな動画で最近言っているんですけれどもね、ね、まあ、センター、まあ、優勝する上ですね、優勝とかえ上位争いをしていく上でフォワードが2桁ゴールとというのは、これもまあ絶対的な条件ですよね。やっぱ2桁ゴール、まあ、もちろんこれ最近のサッカーってフォワードだけが点取るスポーツはなくなっていて、いろんなポジションの選手が点を取るようになってきたし、そうでないとむしろ勝てなくなってきたというのがあるんで、ね、フォワードはやっぱ2桁ゴール取って当たり前ぐらいの感覚であるんですけれども、その反面サイドハーフですね、やっぱりこう日本、特に J リーグではサイドハーフの選手が 二桁ゴールを取れるっていい選手なななかなかいないですよね、うん、多分まあ海外もそうなのかもしれませんけれども、しかし、まあえー、J リーグ、まあ、松尾選手に関してはサイドハーフとか、えー、ウィングタイプの選手だけの2桁ゴールが、えー、狙える選手と僕は思っているので、まあ、やっぱワントップのところはユンカーとかリンセン選手が2桁ゴールを決めつつ、そして松尾モーベル、このサイドハーフ系の選手が2、えーね、桁ゴールを狙える、そんなチームに僕はあると思うので、まあ、松尾選手をわざわざ、まあ、センターフォワードで起用せずと、もうや,っやっぱサイドハーフにおいて、サイド、まあ、このゴールから使う 少し遠い位置から得点を増やすことができれば僕はいいと思っているんで、松尾選手とモーベルグに関しては、ぜひともセンターフォワードで松尾選手ですね、特に松尾選手に関してはセンターフォワードではなく、サイドハーフ、ウィングとしても2桁ゴールを狙っていってほしいと思いますし、それでまあユンカーなりリンセンなりが2桁ゴールを決めた上で松尾選手が2桁ゴールを決めれば、これほど優勝する可能性が上がると思いますま。そんなぱサッカーって甘くはないと思います正直ね。そんな簡単に言うほど甘くはないと思うんですけれども、しかし、松尾選手に関しては、ウィング タイプだけの2桁ゴールが狙える選手と思うんで、ね、そこはやっぱ期待をしていこうと思ってますけどもねはいということでこれで出ますねまあ今回ぐラいつの個人評価ということやってきましたけれどもいやなかなか難しい評価として本当厳しい評価をつけざるを得ない選手も痛い,いとかねなかなかねそもそも試合に絡めていない選手も入いれいとか難しかったんですけれども一応こんな感じで終わらせてもらおうと思ってます以上パラプンテジューサッカーチャンネルの包んでした方チャンネルとくれますさ